ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の21日金曜日です。今日は藤井聡太さんのシリーズをいきたいと思います。まず最初は悔しがる力、藤井聡太さんの師匠であります杉本昌隆さんの著書です。今日はその中で第一章、藤井の活躍に50歳にして立つという第一章の中の番号が15です。極限まで追い込んで所得た不老感覚、極限まで追い込んで得た不老感覚というのがタイトルです。心底勝ちたいと思った時、やはりやることは技術の鍛錬です。私は睡眠時間を削って極限まで自分を追い込んでいきました。朝は大阪の将棋会館で研究会、帰りの新幹線ではタブレットでネット対戦の研究会、夜中は AI で研究、 AI を取り入れる頻度を増やしました。寄付や将棋ソフトの入ったノートパソコン2台をいつも持ち歩いていました。順位戦も残り3局に入ると部屋のデスクトップパソコンはつけっぱなしにして、2台のノートパソコンは枕元に置いていました。目が覚めると同時にデスクプレイに向かうためです。若い隣龍馬六段は3段から4段に上がるときに将棋の駒を握りしめて寝たそうですが、私はパソコンに囲まれて寝ていました。なるほど、パソコンに囲まれて寝ていましたか。数ヶ月間は受験生のような生活で、これだけ研究に時間を費やしたのは若い頃を含めても記憶にありません。そしてあれ以上はきっともうできないでしょう。どこまでやったんだということですね。最後の1週間はほとんど誰とも会いませんでした。自宅にずっとこもって電話にも出なければメールへの返信もしません。一人の社会人としては失格だったかもしれません。ああ、もうしようちょっとってするわけですよね。わかりますよね。研究中の夜明け近く、魂が抜けるというか幽体離脱したように、違う場所から自分を見ているような感覚が出始めました。これは危ないなと思ってそこでやめました。はあ、そこまで行くわけですね。前日の不老感覚とは無我の境地です。極めて精神的なものですが、現代機器のパソコン画面を見ていてそんな感覚になれるとは新鮮でした。はあ、パソコン見ながらそういう境地に入るという、おお、次のパソコンちょっとその境地に入ってんだもんですね。私も50代です。夜中になると疲れから目の焦点が合わず、文字通りもう何も見えていませんでした。でもやめられない。この時期目薬が離せませんでした。私も目薬を、つけています。今朝5時半の時計が鳴りました。なおこの時の順位戦最終局前、私の使った作戦は、立命館大学に通う奨励会の弟子と一緒に作り上げた自分なりのシステムでした。私はその弟子を大阪から呼び寄せ、深夜まで特訓相手になってもらいました。ああ、やっぱパソコンだけでずっとやるんだし、やっぱり人と交えてやるのがいいんでしょうね。そうですよね。やっぱりいろんな広がりがありますよね、人とやると。家族も味方でした。ある日、私が午前中に会った対局に負けて深夜に帰宅すると、中継を見ながら下の子供が動かしていたのでしょうか、将棋盤にその投了図が並べてありました。子供はすでに寝ていました。
はあ、やっぱり子供もやるんですね。学校の教材などと一緒に並んで置いてあるその棟梁図、きっと残念がって見ていただろうな。父や父親の不甲斐なさ、申し訳なく思う時です。でもこれが次への活力になるのですってな。ああ、子供の影響も強いですね。こんな不甲斐な父は見せておられない、次はという、この次はという、この活力、まあ、その悔しがる力が向上心を呼んだんでしょうね。今日は悔しがる力から行ってみました。今日悔しがることがあるのかな。ごきげんよう。